株式会社 f m ユートピアは秋田県湯沢市及び小勝宇五町の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。f m ユートピアそのままの愛称でコミュニティ放送をしている。秋田県で2番目に開局したコミュニティ放送局である。A 称はユートピアと綴り、一般に言うユートピアとは一部異なる。 本社、スタジオは JR 湯沢駅近くの商店街にあり、湯沢市役所にも近い場所にある。課長範囲は湯沢市及び近郊町村で、放送エリア内人口は11万人。日曜深夜を含め24時間放送が行われており、自社制作番組以外は、ミュージックバードの番組などを放送している。2009年9月19日20日に、 横手市で B-1 グランプリン横手が開催された際、当時コミュニティ放送局がなかった横手市側からの依頼で、横手市の一部でも聴取可能な当局が大会の模様や交通情報などを第一会場に隣接する横手市ふれあいセンター、鎌倉館内に設置された臨時スタジオから生放送した。2011年3月17日よりサイモルレイリオに参加。 インターネットでの聴取が可能となる。年始期間は平日朝7.8時台、朝10.11時台、昼、夕方、土日昼の自社制作生放送が休止となり、該当時間帯には、ミュージックバードの番組が放送される。終了番組たち域き、CFM 局制作、ありがとうございます。